創立150周年を迎えた高知市の三日月小学校では、華やかな衣装に身を包んだ110人が卒業の日を迎えました。6年間に培われた絆をこれからも大切にしてください。2年、3年の時にはコロナ禍での一斉休校を経験し、マスクでの学校生活を送ってきた卒業生。支えてくれた家族に感謝の言葉を送りました。今まで待ってくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。6年間楽しかった？とても楽しかったと思います。楽しかったです。仲のいいグループの友達とは別の中学校に進学する児童も。何をしたいの？サッカーです。全国大会に行くことです。おお、じゃあみんなで応援してあげて。頑張れ。今まで6年間のが一番楽しかったクラスだったと思います。テストの点とかも良くなって、いい大学とかに行きたいなって思ってます。それぞれの目標を胸に、卒業生らは笑顔で学び屋を育ちました。